ラウンズ郡はアメリカ合衆国ジョージア州の南部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は10万9233人であり、2000年の9万2115人から18.6%増加した。郡庁所在地はバルドスタ市であり、同郡で人口最大の都市でもある。ラウンズ郡はバルドスタ大都市圏で最大の郡である。 ジョージア州南部では、商業、教育、製造業の中心であり、パルプ及びテレピン油や松屋ニなど海軍用物資を含むかなりの量の林業加工品を生産している。広さ1万3000エーカーの湿地である、グランドベイの一部が軍内に入っている。ラウンズ軍は1825年12月23日に設立された。軍名は、サウスカロライナ州の著名な弁護士かつ、 同州選出アメリカ合衆国会議員を務めた、ウィリアム・ジョーンズ・ラウンズにちなんで名付けられた。ラウンズの父で、サウスカロライナ州知事を務めたローリンズ・ラウンズは、アメリカ独立戦争の指導者だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は510.63平方マイルで、あり、このうち陸地504.22平方マイル。 水域は6.24日平方マイルで、水域率は1.26%である。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。